アフリカ像は、長尾木像かアフリカ像族に分類される像。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、ソマリア、赤道ギニア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、 ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マラウィ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、ガンビア、ブルンジ、モーリタニアでは絶滅したが、エスワキニに再導入された。東道町6から7.5メートル、お長1から1.3メートル、肩高3から3.9メートル。 最大体重10トンと厳正する陸生動物では最大種。皮膚は分厚く多くのシワがある。シワの多い皮膚は水浴びにより水分を蓄えるのにも適している。皮膚の色彩は灰色。老齢個体ではピンク色。磁界は非常に大型で幅広く放熱や体温調節などに役立つと考えられている。紋士は死ゆともに発達する。 オスでは最大3 5 0トルに達する。この牙は争いや塩焼きの根を食べるために土を掘る時に用いられる。生後30年ほどのオスは興奮すると側頭部から液体が分泌される。鼻の先端には上下にそれぞれ一つずつ突起がある。2014年に発表されたゲノム配列が決定している。 哺乳孔13種の嗅覚受容体の解析では、本種の嗅覚受容体の機能遺伝子数は1948という解析結果が得られている出産直後の、幼獣は肩高85から140センチメートル、体重90から135キログラム。分子系統解析から、アシュ丸ミゾウを独立種として分割する説もある。さらには、第三の種の可能性として、 ウエストアフリカンエレファントも提示されており、これにより、アフリカゾウ族が3種に分割される可能性も示唆、されている。2008年の時点で、IUCN は、レッドリストではより広域での検証が必要で、あるとして扱いを保留し、丸耳ゾウも、アッとして本種に含めている。サバンナや森林に生息する。100から3700平方キロメートルの、 行動圏内で生活する。メスとその幼獣からなる、少なくとも3から10頭の群れを形成する。群れが代を重ねることで、数百から千頭に達する大規模な群れに発展することもあるが、通常は分散する。群れでは、菜食場や水場などの情報が共有、伝承される。オスは、生後12から16年で群れを離れ、単独もしくは若いオスのみのつながりの緩い群れを、 形成し生活する。幼獣のいる群れに危険が迫ると、成獣が幼獣の周囲を囲うようにして保護する。水浴びを好み、泥浴びを行った上で岩焼きに体をこすりつける。植生はほぼ植物食で、元足は主に草を食べる。地域によっては600種の植物を食べていた例もある。1日あたり100から300リットルの水を飲む。 寒気に水がなくなった時は、干上がった川底などの地面を牙や前足で掘って水を探す。繁殖様式は耐性。発情間隔は16週間。繁殖期になると、オス同士で発情したメスをめぐって争う。通常は、地域で優位のオスが決まっており、そのオス以外は、交病を行わないが、マスト状態の興奮したオスは優位のオスに戦いを挑む。 妊娠期間は22ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。出産間隔は4から9年。授乳期間は2から3年。メスは生後10年で生成熟するが生後15から18年で初産を迎える。寿命は60から80年。干伐、民族紛争、増毛目的の乱獲などにより生息数は減少した。増毛の高等化や、 内乱や民族紛争によって自動小銃、機関銃などの火器が密漁者に渡ったことにより、幼獣も含めた群れの虐殺が行われるなどの密漁の手口が悪質化している問題もある。ガンビアでは1913年に、ブルンジでは1970年代に、モーリタニアでは1980年代に絶滅した。エスワキニでは1920年代に絶滅したが、 1980年代から1990年代に再導入された。一部地域では減少傾向にあるが地域によるものの1960から1980年代を底打ちに生息数は全増傾向にあると推定され、2000年代には大半を占めるアフリカ大陸東部個体群や南部個体群では生息数は 年あたり4%の上昇率で増加しているという報告例もある。1976年にガーナコ大軍がワシントン条約付属書3に、1977年に付属書2に、1990年からは付属書 i に掲載されている。1995年における生息数は、 35,490から49,985頭と推定されている。1970年代における生息数は270万頭、1980年における生息数は100万頭、1988年における生息数は62万頭と推定されている。1995年における生息数は約28万頭が確認され、 58万頭と推定されている。人間に慣れにくく、サーカスや老液目的での飼育は困難である。日本では2020年の時点で増加単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。